阿部さん、はい、私は思うんですけど、冬って本当に美味しいもの多いですよね。そうですよね。食欲の秋とか言いますけど、僕は冬の方が好きですね。実は今回ご紹介するうまいもんは、まさに旬真っ只中というこちらのご紹介です。広島県廿日市、世界遺産宮島の対岸に位置する地御前は、ふくよかな潮が最も多く集まる地域。そんな地御前で今まさに旬を迎えたうまいもんが、そう、牡蠣。良質な牡蠣の提供で有名な山吉水産がお届けする最高の牡蠣のご紹介です。今回お届けする牡蠣は、一度水揚げした牡蠣の中から状態、大きさなどの質の良いものだけを選別し、再度特別な養殖方法で1ヶ月以上育成した殻付き牡蠣、一粒ずつ手作業で選別した A ランクの牡蠣だけを使用しています。山吉水産では、水揚げ後の洗浄から牡蠣の体内を浄化するための浄化用プールはもちろん、むき身の洗浄に至るまで全て滅菌処理した海水のみを使用。真水を使用しないことから、牡蠣本来の風味や味わいが最大限に生かされています。そしてこの牡蠣は生食用ですが、嫌な風味や味わいは極限まで抑え、まん丸くふっくら育ち、見た目でわかるほどのジューシーな身、まさに海のミルクがたっぷり。そのプリップリの身にカボスやレモンをほんの少し絞ったら、あとは豪快にジュル。口いっぱいに上質な牡蠣のエキスと風味が広がり、極上の瞬間、たまりません。さあ、その絶品牡蠣が並んでいますけども、本当美味しそう。自宅でこんないい牡蠣が食べられるのは最高ですよね。早速食べてみましょうか。阿部さんは生牡蠣どうぞ。美味しそうだな、このレモンがまたね。いいですね。いただきます。ジューシー、つるっとして食べ応えあるんだけど、もう口の中でとろけちゃいましたね。これは幸せな一品ですね。じゃあ私は焼き牡蠣いただきます。牡蠣の旨みがギュッと詰まってる。これあったら何個でも食べたいですね。皆さんもご自宅でプリップリの絶品牡蠣をどうぞ味わってください。瀬戸内の恵みを存分に受けた山吉水産の地御前牡蠣、そのプリップリの身と溢れ出す牡蠣のジューシーな味わいと風味、ご家庭で手軽に食べられるこの絶品牡蠣、生食だけでなく加熱調理にも使えます。今回は生食用殻付き牡蠣12個、生食用むき身 500g をセットにして、なんと5000円でのご提供です。今が旬、ぜひ一度お試しください。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで今すぐお電話お待ちしております。